どうも、こんにちは。こちらはね、こんばんはの時間です。今日は、えー、2月の25日の木曜日ですね、えー。こちら現地の時間でですね、夜8時前です。えっ、ー、とですね、あのー、まあ、最近こんな感じでですね、あのざっくばらんに、えー、お話しする機会がちょっと増えてるんですけども、えっ、ー、とね、あのー、まあちょっとこう見てる方からするとですね、 なんかこの、えっ、ー、とですね、まあ静止画像みたいな感じでですね、あのー、まあお話を聞いてる、いただいてる感じでですね、なんかちょっとこう動画の割にはあまりこう静止画像なんていうのもですね、まあよくないんじゃないかなということでですね、一応ね、あのー、今日はあの、こんな、まあやつがですね、お話してるようなんていうことをですね、えー、ちょっとまあ、あのー、 えっと、まあ、自画撮りというかですね、えー、まあ自撮りですか、えっ、ー、とですね、まあ、ちょっとこんな、えー、写真を用意させていただいてですね、ちょっとこう、覗き込む感じでですね、えー、今日はお話をしたいかななんて思っています。えっ、ー、とですね、あのー、今日の動画の話題はですね、まあ、今こんな感じでですね、またあのー、箸書き程度なんですが、 えー、一応ですね話す内容をですね、まあ、のまとめたんですけども一応ねあのこの、まあ、話のテーマはです、ねあのまあ、実はいろいろとですね、まあ、毎日のようにいろんなメールをいただくんですけれども、えー、その中からですねあのいくつかあの抜粋をさせていただいて、まあ、今日のですね、まあ、テーマにこう近いものをこう何でしょうこう集めて あそれについてですね、ちょっとお話をさせていこうかななんて、えー、思っています。えー、とまずですね、あのー、今ね、非常にこう多いのがですね、またこの,あの eBay のお話なんですけども、えっ、ー、と、まあ、随分とオールドコルマンのですね、まあ、価格が、えー、高騰してますよと,、えー、という,うー、まあ、メールですよね。まあ、非常にですね、 あの多くて、ですねあの、まあ、そんな形からですねあの、まあ、原因はいくつかあると思うんですけれども、えー、それに伴いですね、まあ、昔のこの話ですかね私もかれこれ、何でしょうあの、まあ、コールマンですよね、まあ、オールド・コールマンをですね、まあ、収集し始めたというか、えーとですね、ちょっとこう本腰を。 上げてですね、えー、探してた時代っていうのがですね、まあ、ざっともう20年以上に前になるんですけどもですね、まあ、その当時は、です、ね、主にあのどうでしょうあの、まあ、代表的なところであの飲みの市ですよねあのフリーマーケットそしてあのガレージセールですよねそれからまあヤードセールあのガレージセールとあのヤードセールというのは基本的にはあの同じなんですけれども、えっと、まあこちらは一般的にどうでしょう。 あのまあ、ガレージセールっていう方が多いかもしれないですよね。で、このね、あのガレージセールっていうのはですね。あのまあ、定期的にこうまあ、特にやはり暖かくなるような春先とか夏が多いんですけれども、もまあ、家のガレージをですね。あのまあ、掃除とかまあ整理をする際にですね。ま要、あ、らないものは売ってしまおう。みたいな感じでですね。あのやられるのがガレージセールですよね。 でそれ以外にですねあのエステートセールというのもあるんですけれども、えー、とこれはですねあのどちらかというと、まあ、例えばあの、まあ、自分のですね、えー、親族というかその、まあ、おじいさんですとかおばあさんですとかそんなような、えー、とですねあの方が他界、まあ、されてるですねそして、まあ、そ,のそれまで住んでいた、まあ、家ですよね、まあ、あのエステート、えー、辞書がですね えー、もう不要になってしまったと、そしてですね。その例えばまあそのお孫さんの世代なんかはですね。その後のあのケアをするのにですね。まあ,あのまあ、椅子のことはまあ、家は売ってしまうんです。とか、まあそんなような、えー、いろんな自由があってですね。そのお荷物のその整理ですよね。あのこちらのですね。あの老人っていうのはですね。あの意外と年をとってもですね。 あの一人で住まれている方っていうのがですね、決して珍しくないので、あのそんなようなですね、えー、ことがあるとですね、結構やはりその年代的にですね、古いものがいろいろこうあったりあのしましてですね、そうするとですね、そのなんでしょう、あの家の売買をこう任された不動産業者の方なんかがですね、えー、っとその実際に家をこう売り出す前にですね。 そのまあ、エステートセールという形であの、まあ、残っているものをですね、まあ、家具から何からすべてをこう売り出すんですよね、まあ、逆に言うとそのものをですね処分するためにです、ねまあ、あのヤードセールを行って、えーまあ、お金にしつつ若干整理もできるみたいなんですねそんな目的で行われるのがエステートセールですよね。 でですねあのー、まあ、今もですねあの何でしょうかねその sl セールっていうのがあるんですけどもあのー、だんだんとですね世代的にこう若い人の世代にこうだんだんとこうやはりなってい、えー、きますとお父とそんなにはですねあのー、古いようなものをもう持ってないので、えー、今はですねあのー、あんまりそのエストセールエステートセールなんかに行ってもですね意外とその まあもう20年前の話ですので、えー、と比較するのがですねちょっとこう極端かと思うんですけどもやはりその20年前とか比べるとですねやはりあのその今でいう価値のある、えー、ヴィンテージ商品とかですねそういったものはなかなかこう出てこない感じですよね,でですねあとはま,あまたあの20年前の,その話で申し訳ないんですけどもその当時はですね あのフリーマーケットにしろ、ガレージセールにしろ、ああヤードセールにしろ、今お話ししたエストテートセールにしろ、ですなんでしょう、まだまあオールドコールマンですよね、その当時はオールドコールマンというような表現があったかどうかはですね、ちょっと覚えてないんですけども、やはりそのあたりの,あのコールマン、ランタン、ストーブですから、いろんなものですよね。 あのフリーコールマンの、えー、そういったようなグッズっていうのはですね相当、まああのー、う,とこう溢れてましたよねあの、どこ行ってもですね、あのーまあ、そのもののよしよしは別としてで,ですね、あのー、もう本当に使ってないようなんですね、えー、じっとガレージに寝てたようなです、ね、あのノーオールドストック品ですとかそのあたりも含めてですね、まあ、いろんなものがはは当時はありましたよね。 でも本当にねあの、どこのフリーマーケット行っても、もうあのフリーマーケットので売られている定番商品みたいな感じでですね、あの本当にもうゴロゴロしてた時代っていうのが、えー、こちらではありましたよね。で、そのですね、ちょうど、まああのーまあ、2000年ですよね、ちょうど2000年っていうのはですね、こちらでいうにその IT バブルみたいなそのドットコムビジネスとかですね、 あのそんなものが非常にですね、あのまあ、シューコンバレーあたりをですね、えー、主軸にですね、まあ、いろんなビジネスが、えー、できてるですね、まあ、その時にちょうど、あのなんでしょう、こう同時期に、えー、できたのが、まあ、eBay ですよね。でですね、あのーまあ、当時もですね、あのー、eBay、あのーまあ、サービスというかビジネスを えっとですね、開始した当初というのはです、ねえーっとまあ、私もあのちょうどなんでしょう、eBay の,、e のですねえー、本社のあるすぐ近くに住んでいたというのもありますし当時はそのアシルコンバレーでその手の業界にいたというのがありますのであの、まあ、そのあたりの情報というのがすぐ入ってきまして、まあ、早速ですね、えーまあ、eBay を登録して、まあえー、使ってみたみたいなことがありましたね。 でその当時ですね、おそらく、まあ、日本でもそのヤフーオークション、まあ、ヤフーオークもですね、おそらく同時期にですね、かなりその、まあ、前世紀というかですね、えーと、かなりこう、なんでしょう、こうピークな時だったと思うんですけれども、えーとですねまあ、その時代はですね、まだあの今のようにですね、eBay で商品をこう購入して、それをまたあの日本でご商売用のですね、 商品として、まあ、その輸入、まあ、仕入れとかですね、あと転売ですとか、そのあたりというのは、やはりあのほとんどなかったようですよね。で、その時代はですね、あのやはりですね、あのまあ、少なからずやですねあの、やはりそういったことに目をつけて、あの早い時期からですね、あのまあ、日本でこうコールマンオールドコールマンはですね、まあ、販売されてたような方も、あの 少ななからずいたような感じですよねで当時ですね、あのー、どうでしょう、あのー、例えば200円ランタンの、まあ、人気の赤ランタンなんかっていうのはですねうん、まあ、どうなんですかね今思い出しただけでも、まあ、5ドルとか10ドルとか、えー、当時でいくとですね、あのーまあ、15ドルとか20ドルなんて値段をね言われてですねちょっとかなりふっかけられてる なみたいな感じの時代だったんですよね。なので、あの、そんな形でしたので、あの、まあ、当時ね、その、まあ、ビジネスとしてですね、やられてた、あの、まあ、日本の方なんていうのはですね、やはりあの、随分こう、お金を儲けたんじゃないかなっていう、その、こう、感じがしますよね。 であとですね、えーとまあ、これもその当時の話なんですけども、まあ、いくつかですねお気に入りのフリーマーケットがありましてあの週末、特に土曜日になるとですねあの暗いうちから、えー、と自宅を出ましてもう早朝ですよね真っ暗な中に到着してですね、えー、懐中電灯を使いながらこう物色するみたいな。 のがですね、えー、もう毎週の日課みたいになってたときありましてそのときでですねあのいつもこうまず最初に行くフリーマーケットそして次みたいな感じでこうはしごしてたんですよねでその一つでですねちょっとあの離れたですねあのカリフォルニアの海岸沿いのですね、あのサンタクールズっていうところがあるんですけれどが あの結構ねあの知ってる方いると思いますけれどもそこにですねあるフリーマーケットですよねで車で確かね、えー、とどうでしたかねまあ1時間かかるかかかんないかぐらいだと思ったんですけどもそこはですねあのー、そんなにですね、あのーまあ、当時オールドコールマンをですね、えー、が見つかる確率はですね それ以外のフリーマーケットと比べてですね結構こう確率はあの低かったんですけどもその分ですねあった時はですね意外とあのいいものが多かったでしたねというのはですねあのここのサンタクルーズのフリーマーケットはですね意外とですねあの,その近辺に住んでるですねもう長いこと昔から住んでるですねあの白人系の セラ、えー世代の人が多くて、ですねやはりあのそういった方はですね意外とあのいいものをですねあの結構持ってて何でしょうその当時はねまだあのその当然オールドコールマンを売ってですね高く売れるからみたいなことは全くない時代でしたので意外といいものがですねあのリーズナブルなでしょうあの妥当な値段でこう買えたりしてましたね。 でその時にですねちょうどあの出会った、えー、彼というのが実はあのいましてその彼はね、あのー、フィリピンからですねえー、とまあこう移住してきた彼でですねおそらく私とあの年代的には同じぐらいの年の彼だったんですけども。 えっとその彼はね毎週やはりあのそこのおーサンタクルーズのですねフリーマーケットにあの出店してましてえっとですね意外とこのコールマンですよねとかあのナイキの古いシューズですとかえっと古いパタゴニアのですねそのフリースだとかですね意外とそういうあのヴィンテージものをですねえー結構たくさんえー売ってたんですねそれでですねあのあ彼の 自宅は実はそのサンタクルーズから車で、まあ、30分、40分したです、ね、あのサリラスというところのかなり硬い中の方に、えー、ありまして親、まあ、しくなってからですねあの結構、の彼の,あの自宅なんかに行ってですね持っているものを意外とこう見させてもらったりしたんですよね。 そしてねあの、一番最初にこうちょっと行った時にですねこうガレージをガガガッとあの開けてもらって見た時はですね、結構ね、いいあのオールドコールマンが天井からですね、あのいくつもブラ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 とぶら下がっていてですね、その中にあの随分赤ランタンも、えー、ありましたし、まあ、そのクイックライト系のものもですね、あの結構いろいろ持ってましたね。 それでねあの、その彼ね、あのまあ、僕というか私がその日本人だっていうことですね、結構こう、何かこう、商売をまたやりたいみたいなことをですね、あの話してきたんですけれども、当時ね、あの彼はですね、以前その、なんかロサンゼルスに住んでいるです、ねまあ、日本人の方とですね、その、えっ、ー、と、まあ、コンタクトというかですね、何かちょっとしたようなビジネスの、 おことで、まあ、取引をししてたらしいんですよねでその時はですねもうそのおー、まあ、日本人の方とはですね、えー、音信不通になったみたいで、まあ、是非ですね、あのー、過去彼とやっていたようなですね、まあ、ビジネスを是非できるものだったらやりたいんだよみたいな形で、あのーまあ、いろんな話をしまして当時ねその日本人の方もですね、あのー、ロサンゼルスから結構ね あのその彼が赤ランタンを、ね、23個こう入手できたなんていうふうにです、ね、連絡をするとですね、まあ、ロサンゼルスからどうなんですかねあの5時間ぐらいかけてですねその赤ランタンを取りにいつも来るんだよみたいな感じのことを、えー、当時、話していた記憶がありますよね。 たまにですねロサンゼルスに、まあ、今でもありますけれどもあのローズボールっていう非常に有名なあの大きなフリーマーケットがあるんですけどもその時にですね、えー、っとなんう彼はねもうそのローズボール場でですねやはり、えーっとですね、通ってたりしてたらしいんですけどもさらにですねその当時よりもっとこう遡るとですね えっとまあ、そのローズボールあたりには、ですは、ね、るか、えー、っとさかのぼった、えー、時代、ですからもう30年とか、そんな前になるんですかね。というのは、ですねあのコールマン、ランタンとかストーブというのはです、ね、あの非常に安い値段であの、たくさんあったらしいんですよね、もうその当時ですね。 でねあのーまあ、私とそんなような話を昔話をしてたときにはですねその彼があの言ってましたけれどもいや今じゃ、ね、ローズボールももうランタンがねあの高く売れるっていうのが分かってきたんで最近はもう赤ランタンとかは、ね、1個ね25ドルもするよみたいなですね話をしてたんですよねで。先ほどもね話したようにですねそのまあ20年前というとですね あのー、まだまだ、えー、5ドルとか10ドルでですね結構いい、あのー、ランタインやストーブが買えてた時代ですので、えーとまあ、もう25ドルもするってなるとですね結構それはもう、うわあ、これは高すぎだねみたいな感じの、えー、値段というかですね、えー、相場でしたよね。 でまあ、今ね、ちょっとそんな話で今、えっと、話が長引いてしまったんですけども、えっとですねまあ、今回ねそのメールで一番多く寄せられているのは、ですね最近、イベの、えーっとですね、オールドコールマンの価格が非常にねあの高くなっているんですけども、原因は何ですかねということですよねあの。かなりあのメールを、各です今日も、ね、あのそんなような内容であのメールはいただいてたんですけども、 1えと、ね、一つは、ですねあの、まあ、いくつかこう考えられる理由はです、ね、原因はですねあの結構あの、まあ、日本人の方もですね、まあ、オールド・コールマン非常にあの好きで収集方されている方というのがですね多いですけれどもそれと同じようにですね、えー、と今でいくと他のあのアジア圏の、まあ、それは韓国ですとか台湾ですとか それから、さらに、の、タイランドですとか、えっ、ー、とですね、まあ、あの、中国あたりでもそうだと思うんですけども、意外と、こう、一定の、層の方がですね、やはり、あのー、まあ、何でしょうこの、爆害とい,いうかね、そんなような、あの、形でですね、やはり、こう、入札する、頻度がですね、明らかに、こう、増えてる。 とというのとですねやはりあの結構あのお金を持ってる方なんかも多いと思いますのでまあそういったようなです、ね、背景があってこうもうも相場がぐーっとですね上がってきてしまってるっていうことですよね。でそのですねあの背景を受けて当然こちらであのコールマンをですねあの出品しているような人ですとかまあたまたまこうフリーマーケットを見つけてよくわからないんだけどなんとなくこう 私は u p に出してみたところ、ものすごい高い、えーっとですねえー、額で落札されましたと、まあ、こんなことがです、ね、いろいろと絡み合った結果、ですね今はもう、えー、ものすごい相場が高くなってしまったとっいうのが1つですよね。あとですね、あのー、もう1つはですねおそらくですけれども、あのー、コロナのやはりね、 影響で縮横縮になってしまった人なんかというものが、ね、やはりあのお金に困ってですね、ある程度のやはりこうお金を得たいということでその、まあ、例えばじゃあ3ドルから、えー、オークション形式でじゃあスタートしてじゃあ落札をされましたという方法よりもですね、どちらかというともう、まあ、100ドルですとか、まあ、200ドルですとか。 まあ中にはですね、ものすごい、例えば、500ドルとか、まあ、600ドル、700ドルとかですね、そんなようなですね、えーとまあ、本当にあのそういったコレクターの人のですね、えー、相場をですね、こうちょっと意識したような形でも即害みたいな形ですよね。それでですね、あのー、実際のところですね、 あのまあ、欲しくてもですね、まあ、これじゃ手は出ないなっていう人もねたくさんもちろんいるとは思うんですけどもそんな中でもですね結構まあ欲しくてお金の持ってる人なんかであればですね多分こうパツンとこう、えー、即買いでですねあの買ってみたいなことが意外とこうもう、えー、たくさん行われてるのかなと思いますよねでまあ他にもね、あのー、いろいろこう考えられるのはですね あとはどうでしょう、あのー、当然、今ね、あのー、私もやってますけれども、あのインスタグラムでいろいろ冬キャン、冬キャンですとか、あとはその俗にインスタバリっていうんですかね、あのーまあ、自分の持ってるまあ道具ですとか、グッズを、まあ、実際にこうキャンプをやりながら、えーとまああのー、インスタ映えするまあ写真ですよね、撮ってまあインスタグラムに、えー、アップデートすると。 そして,そしてあのそのフォロワーが増えて,増えてですねだんだんとやはりその期待に応えようとしてですね、まあ、次は次へと、まあ、いろんな、えーそですね、コールマンを手に、えー、入れてですねそしてアップしてあのまたねそのような形でいろんなその知り合いもできたりとかってですね、まあ、そんないろんな、えー、と影響があると思うんですけれどもそこがこうもう世界的に、えー、ブームになってですね 非常にこうオールのコールマンがその一つの、えー、とインスタ映えのする、まあ、グッズの一つとしてこう需要がもう高くなってるっていうのもねあると思いますよねあとはまあもちろんこれはあの今に始まったことではないですけどもやはりその、まあ、ビジネスとしてそのまあコールマンをこう知れてまた、えー、と転売してっていうこのあたりですよねでこれはねあの当然ビジネスの世界ですので あのー、そういうことをです、ねえー、専門でも当然あのやられている方がいても不思議でもありませんし、まあ、それは一つのまあビジネスですね、あのーまあ、ありかなというかですね、まあ、どんなビジネスでも当然、あのーまあ、仕入れて、まあ、安くできるならばまあ仕入れて安く仕入れてです、ね、それにまあ利益を乗せてあの利益を取ると、まああのー、ビジネスの、ね、基本的なことなので。 まあこんなことがね、いろいろ絡んできた結果かなと思います。えっとですね、今ね、また23分になったので、今日はね、どうでしょう。ちょっと30分ぐらいを目安にですね、もう少し、えー、このメールで問い合わせになった件についてですね、話したいと思います。あとね、あの、最後なんですけども、えっと、まあ、今ね、あの、日本から eBay にですね、 あの入札をして買われている方もしくはあの、まあ、いろんな事情からな私の方で提供するです、ねまあ、転送サービスを利用されて、まあ、オールドコールマンを入れてるかあの仕入れてる方というか、まあ、入手してる方がいろいろいますけどもその中でもですねえー、っと、まあ、急に、えーっとまあ、日本へ送ってくれなくなってしまいましたというのはですねえー、っとそのメール 何かもあるんですけども、あのーまあ、どうしたものなんでしょうかねなんていうことなんですけども、おそらくね、えー、っとね、その方っていうのはですね、察するところ結構、まあ、コールマンを収集してる方で、そのまあコレクションですとか、その一部を結構、なんでしょう、eBay に出展をし、出品をして、まあ、こう、販売をしてる。 カリフォルニア州のとある、えーとですねまあ、小さな田舎町の方に住んでいる方だと思うんですけれども、私も、ねえー、その方とはです、ね、実は、まあ、の eBay を経由してではないんですけれども、直接です、ねえー、結構なんです、ね、レアなモデルの、まあえー、ランタンランプなんかを購入して、 したたい方のためにですね、まあ、仲介をしたいとかですね、えー、したことのある方であの今もね結構そのこの方のですね出品された商品を落札さ,された方のお荷物というのがね、えーっとまあ、結構数多く届いてるんですよね。でまあ,あ,の、ね、あのアメリカ国内ということであればですね特にその問題はないので。 その日本人のねあの、まあ、日本にいる方が落札されてもあの特にその問題はないですので、えー、と頻繁にこうその方の商品っていうのは来るんですけれどもえっ、ー、とねあのそのうちはそういった方がなぜ、えーとまあ、日本にも直接送らなくなったのかななんていうねあの、まあ、理由をちょっと考えてみました。でですね あのー、参考までですねその連絡を,というかをいただいた方曰くですねそのアメリカ人のセラーさんはその送らないかなった理由というのはですねいろいろと、えー、問題がたくさんあるからみたいなことが理由ということなんですけれども、まあ、そのねね何でしょう、ね、そのも問題というのは、えー、と何かなというふうに考えてみたんですけども。 一つはね、ひょっとしたらあの、これもよくあるんですけども、やはりですね、今その、Google なんかの英語翻訳ツールとかね、いろいろあるんですけども、えーとね、そのあたりをいろいろ駆使してね、皆さんこう、いろいろこう、えー、とコミュニケーションをがったりしてると思うんですけどもね、結構ね、なんでしょう、英語というかですね、やはりあの日本人のですね、えー、考える、えーまあ、助手というか、 ですねこちらのアメリカ人のですね、えー、考える一般常識ってね結構こう違いがあるんですよねそしてですねあとねあのどうしてもねあの日本語をです、ね、英語に訳してですね表現しようとするとですね結構ねあのうまくう意思疎通が通じないっていうかですねえー、っとうまくこう触ってない場合によってはですね によってはですねひどくこう誤解をされてしまうような、ねあのー、こうやり取りをされている方がですね意外と実は多いんですよね。でそのような方はですね結構最後に最後にやはり行き詰まっていや、もうあのチ、ー、にプリンになってしまいましたみたいな感じでですね結構こう問い合わせをいただくようなことも多いんですけどもその時はですね一応そ,のそれまでの やり取りメールをですね、えーと、見させていただくとですね、あのまあ、大体8割9割ですね、その英語のです、ねまあ、コミュニケーションにより誤解ですよね。それが圧倒的にこう悪い方向にこうちょっとこう行っちゃって、えー、不発に終わってしまった、ちょっと問題に発展してしまったみたいなことが非常に多いですよね。ですので、あのまあ、そんなようなことからですね、まあ、本望ではない なんですけどもちょっとしたようなですね、えー、英語でのコミュニケーションのその認識違いからですね何かこう問題になってしまったっていうのもねあるのかなっていうのですよねそれはまあ一つちょっと考えられている理かなっていうものですよねあとねあの実際これもねアメリカ人っていうのはですねあの意外とその、えー、傾向 思ってる人がね結構いると思うんですけどもやはりねあのこの自国の、えーまあ、アメリカ製品ですよねそれがですねあのどん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 とこう国外に流出してしまうことへのですねまあ危機感ですよね例えば日本でもですねあのその、まあ、国宝みたいなものが当然、えー、どっかのですね外国の方に行ってしまったりとか 捉えててしししまっったたたりとかいい、まあ、いろんなねねもももそういったものが頻繁にもし行われていた場合ですよ、ね、当然これはまあ日本人であればですねいやそれはちょっと待ったというようなね声が上がると思うんですけどもおそらくそんなようなですねアメリカ自国編ですよねまあどうでしょうアメリカンヘリテージとかねそんなような言葉に置き換えてもいいのかなと思いますけどもやはりそういったものですね こういうい愛着そしてその流出の危機感なんかはですねひょっとしたら何、えー、でしょうそういったような、えー、将来もう全てのゴールド・コールマンがアメリカからなくなってしまうんじゃないかなっていうようなんですね懸念を抱えた結果あのもう外国には送りませんよとそんなこともですね考えられるかなと 思いますえっ、ー、とですね今ねだいたいあのー、同じような共通するですね問い合わせをですね、えー、ま,まとめてみたんですけどもあんまりねちょっと私あの話はそんな決してうまい方でないのでえっ、ー、とね話は多分そんなにねまとめてうまく話せてないと思うんですけれども一応ねまあそんな感じで 今日のこのテーマですよね。そして一つこれ、まあ、あの、まあ、終わりにしようかなと思います。一応ね、また、えー、っとですね、いくつか、えー、話題にできそうなですね、まあ、お問い合わせとかメールがまたありましたら、えー、まあ、情報共有ということでですね、また動画に撮って、えー、お伝えをしたいかなと思います。 えー、長いこと、今日ね、30分も32分経ってしまいましたけれども、えっ、ー、と、ありがとうございました。えっ、ー、と、またね、えっ、ー、と、どうでしょう、まあしたあたりね、えっ、ー、と、いくつかまだあもしそうなですねあの、お問い合わせのメールがありますので、えー、動画をですね、更新したいと思います。どうも、ありがとうございました。